アイアイは、日本のタレント、モデル、歌手、ご当地アイドルであり、女性アイドルグループ、シンデレラ・マジック・イーストの、元メンバーである。愛称は、アイニャン。茨城県生まれで、2歳から、青森県八戸平市で生活している。立ち火完璧朝一 PR 大使、TBS テレビ、中井大輔と、本田翼と夜な夜なラブ語さんレギュラー出演中、番組内の愛称はアイちゃん。 株式会社トゥインクル所属。八戸学院短期大学卒業。1991年に茨城県に生まれる。2歳から青森県八戸市に家族と転居してから二十数年、地元八戸市を拠点にご当地、タレント、モデル、歌手として活躍する。2020年から立ち日岸壁朝市 PR 大使、TBS テレビ、中井大輔と、 本田翼と夜な夜なラブゴさんレギュラー出演中。同年3月まで、八戸市育ちの大人アイドル、シンデレラマジックイーストメンバーとして活躍していた。茨城県出身。2歳で、父の実家がある、八戸市に引っ越す。八戸学院短期大学を卒業。3歳から、ヤマハ音楽教室に通い、ピアノ、歌のレッスンを学ぶ。アイドル歌手に憧れて、20歳前には、 様々なオーディションを受験。ソニーミュージックエンタテインメント主催のアイドル声優オーディションでは最終審査の10人まで残ったが不合格。芸能界を諦めかけた。2013年21歳の時 NHK で放送された連続テレビ小説アマちゃんのエンドロールに八戸市のモデル事務所アンオリーブを見つけて応募。見事合格して所属タレントとなった。 同年、青森朝日放送、マサックのスーパー実験室のオーディションに合格、実験室女子見習いとして大抜擢される。2017年、歌をやりたかった思いを持ったまま、事務所が初の女性アイドルグループを立ち上げると聞き、メンバーとして社長に志願。7月に、シンデレラマジックイーストの第一期メンバーとしてデビュー。11月、メジャーレーベル、 ユニバーサルミュージックより、シンデレラ・マジック、テディ・ガールズ・ラブを2曲同時リリース。坂本・勤・ム・ウィズ・ケンイチ・オークラがプロデュースしたことで、話題となった。2019年には AKB48、機動戦士ガンダムに、楽曲提供するセータによる、スティル・アイ・ラビュー・デストロイ・マイ・ハートがリリース。全国1638組の中2本、ご当地アイドル活性協会。 2019上半期未発掘アイドルセレクト12選出テレビ朝日主催マナ踊り祭りアイドル祭り国民的アニメソングカバーコンテストにおいて審査員特別賞オーディエンス賞のダブル受賞をした2020年3月人気絶頂の中をしまれつつシンデレラマジックイーストを卒業して現在はモデルタレントソロアイドルとして活動をしている 2020年、TBS テレビ、中井大輔と、本田翼と夜な夜なラブゴさんレギュラー出演。立美岩岸壁朝一 PR 大使に抜擢され、八戸市長のもとへ、表敬訪問した。2020年12月22日、2020年、下半期アイドルセレクト1に選出される。2021年7月2日、2021年、 上半期アイドルセレクト10に選出される。ありがとうございます。